です。ガーサニカとして活動してきて本当にありがとうございました。視聴してくれてる皆さんがいて、まあ、こんだけメンバーが増えて素敵な私にとって本当に家族みたいな場所になったなと思います。きっとこんなに大切に思ってはいけない場所なんだろうなとどこか分かってたんですけど、私にとってダサニカは本当に長すぎた青春って感じでした。本当に6年間ありがとうございました。ひなつみでした。またお会いしましょう。